強い強い絶対強いこれ。じゃ、ジークヤマトフリードだ。見ていただ、うわもう、もう今日は家帰っていいですか。ありがとうございます。あ、話せばわかる。話せばわかる。話せばわかる。攻撃、it's 攻撃。ディフェンス、it's ディフェンス。お兄さんって呼んでいいですか。とどめ。よっしゃ。バトルスピリッツ、コネクテッドバトラーズ。はい。というわけでね、バトルスピリッツトレーディングカードゲーム、コネクティッドバトラーズ、やっていきましょうか。こちらのゲームはね、実際にあるバトルスピリッツっていうカードゲームがあるんですけど、まあ、そちらのカードゲームがね、まあ、スイッチで遊べるということで。以前、自分なんか3本ぐらいなんですけど、バトスピのなんかゲームがもう1個 DS の方であって、そちらのゲームをね、なんか3本ほど動画投稿したんですけど、まあ、ちょっとやっぱ新しいカードをちょっと触ってみたいっていうのもありまして、あとでね、このコネクティッドバトラーズやっぱり、まあ DS からスイッチへとパワーアップしたっていうのもありまして、まああのね、DS の、まあデジタルスターターのね、まあ比較しても圧倒的にね、カードの種類が多いんですよね。1000種類以上の主力カードを使って、まあカードが多いらしくて、まあね、オリジナルストーリーもあって、まあストーリー性もあると。でもなおかつカードバトルがね、やっぱバトスピーなんで、やっぱカードバトルがね、醍醐味ということで。どうやらなんかパックの内容がなんか転生編第1章か新転生編第3章っていう、まあちょっと僕わかんないんですけど、自分はソードブレイブとか、まあブレイブとかね、まあ本当に今から何年も前の、バトスピーしか知らなくて、今のバトスピーがどんな感じになってるのかっていうの全然知らないんで、まぁ、ちょっとね、新鮮な気持ちでバトスピー遊べんじゃねえかなっていうふうに思いますね。はい。じゃあちょっと早速やっていきましょうか。で、なんか、Nintendo Eオンラインショップで、すごい割引されてたんですよね、このゲームが。で、なんか、追加コンテンツみたいな、なんだっけ、なんかパックみたいなやつを、買ったんですよ。1段と2段のなんか、オリジナルパックみたいなやつがついてくるみたいな。なんか、ダウンロードコンテンツのセットみたいなやつも買ったんで、まぁ、ちょっとね、そちらの方も、お待って、知ってる人いた、今。俺の時代でも知ってるやついたよ。会えるか。なんか見た感じめっちゃ面白そう。なんか知らないカードばっかやな。知らないカード、なんか知ってる人いる。右にダンさんがいる。ダンくんじゃなくてダンさんがいる。じゃあちょっとニューゲームやっていきましょうか。じゃあ強くてニューゲームなのかな。新天戦第4章、ラグナドクモーメントパック追加が有効になりました。これなんか第4章も変えるって感じか。新転生、ラグナクモーメントね。転生編と新転生編って二つあるんだ。転生ってなんだろうね。スペシャルカードセット01が有効になりましたと。なんかめっちゃ持ってる俺。すげえ。強くてニューゲーム。ビゴで前じゃん。すげえ。これね、ブレイブ見てた人だったらもう感動もんやで。これカード拡大できない？あ、できた。ビオで前。ネクサスなんだ。いいね。この、グランウォーカーネクサス対象の効果しか受けない。このネクサスにはコア、新生ラニケニア、ケイト、ネクサスがケイト持ってんの？色がシモネクサスとして使う。ダークブルーノバ10。ダークブルーノバの10なんだ。今からちょっとこのスペシャルカードセットのやつ見るんで、多分下の方に時間書いてあると思うんですけど、ちょっと本編進むときは、本編見たいっていう方はその時間をね、ちょっとミニアスに見てください。今からちょっとこのカードじっくり見たいんで。ダークブルーノバ、化身調整聖竜。すげえな。滅開口、ターン2回、非動状態の相手のスピリットを破壊する。相手の、全然なんか、ブレイブキラーっぽくなくない？なんか、ブレイブできず、相手の効果を受けない。あ、でも強いのか。やっぱ8コアでダブルシンボってめちゃめちゃ強いもんな。出た！そういうことか。スペシャルカードセットはこのビオで前のダブルノバデッキなんだ。降臨ってなんすか？新降臨とか、転生だよ。降臨、転生、違うな。自分の、何これ。赤、正五角形、コアかな？自分のコアを足しに置くことで、自分の、何を、なんかあんのかな。個対象スピリットに点をならばわかんねえ。強くね？5コアで1万8000なんだ。系統調整持つスピリットに降臨していたとき、なんか、転生みたいな感じかな。自分の、持つスピリット、でもやっぱこの、ボイドかコアを置く効果は健在なんだ。やっぱ強いよな、これ。超解放4。
BP 合計1万5000枚。ああ、なるほど。1万まで破壊できてたもんね、ブルームノバは。自分の赤の紫のグランオーカネクサスのコア4個、このスピードのことで。強っ。グランオーカネクサスってこれだ。秒で前だ。へえ。なんかこれ結構強いんだね、そう考えると。そのコアが、効果でしかコアを置けず？ああ、なんか、これの効果でしか置けないコア、わかんねえ。ブラックブルーム。いいね。なんかブルーム系でも、なんか別のブルームがありますね。あ、バーストだ、バースト。バーストスピード、スピード消滅。な遊戯王の除外みたいな感じかな。すげえ。調整、そういう私のもついてんだな。ターンに回転スピード、怖い怖いと立ちのこれでこのスピードは回復する。強くね？ああ、単に一回だもんね。それはさすがにそうやもんね。ゴッドシーカー調整した。うわ、なんか知らねえカードばっかやな。ビオで前を含めてグランオーカネクサスを一枚と。ああ。やっぱ、これ大事なんだね。このカードって大事なんだな。なるほど。わ、やっぱソードブレイブからなんかこういうさ、その効果とか変えてるとこにもイラストが載ってるようになったのめちゃめちゃいいよね。でかくていい、かっこいい。自分たちにある、系統調整持つコスト6以下の、カード1枚手札に戻せる。これなんかこれデッキ作れんのかな？でも3、待って、いくつあるこれ。ちょっと邪魔、これ。3、6、3がいくつだ？5、ん？10、ん？あれ？でも30、33、30。あ、これでうまくデッキ作れんじゃん。すげえ。ちゃんとそういう風にデッキ作られてんだな。大丈夫？これデッキ作っても。大丈夫そうかな？グランウォーカー。あー、もう一個グランウォーカーあるんだ。シャーマックドロー、シャーマニックドロー、ゼロカウンター。自分の手札にこのカードは、相手がバースト公開でコストを支払わずに、相手がバーストの公開でコストを支払わずにスピットブレイブを召喚してコスト、ああ、なるほど、カウンター、本当にカウンターだ。相手がノーコストでなんか使ったら、これを使えるわけだ。自分的には2枚ドロー、デッキから3枚を3枚オープンする。カイと決心を持つカード1枚手札に加え、残ったカード発揮。ソウルクランチ。このカード、なんかマジックカードも系統持ってんだ。とんでもねえな。このカード無色として扱い、アイドンスピードアウトメイトコア2コアイド、お、強っ。さらにカード名、ビオで前、まずく、コア1個、ボイドに置くことで、この効果リザーブに、お金コアすべては、強っ。いいね、ノバドロー。手札にこのカードは、あ、これか、BP1 万5000まで、相手のスピード、ん？あ、待って、ちょっと効果違う。ゼロカウンターだけど、相手がバスト公開からコストしたやつに、コストしたやつに次の効果を直ちに使用できる。直ちだもんね。あ、同じか。あ、メインで別、あ、そっかそっかそっか。BP1 合計1万まで。あ、強いよね、ノバドロー。で、あれかメインで2枚ドローできるって感じか。へー。いいね、なんかいいカードゲットしましたね。お、スペシャルカード02が有効になりました。いいんですか、そんなボンボン手に入れちゃって。お、ソードブレイブじゃん。なに、リバイバル？なにこれ。リバイバルって書いてるな。天空の貢献、クラウンソーダ。何が、アクセルって何これ。コスト5。この効果は手札からフラッシュタイミングでなんか、コスト5個支払ったら使えるのかな？このパターンで相手、自分のスピードいったら、強いね。効果が記号。あれだ、なんか、コスト3でマジックであったな、ブロックされないやつみたいな。マジックオーダーみたいな。ブレイブのアタックブロックし、ボイドが攻撃をスピードに置いて、さらにステップ1回、このスピード回復する。へぇー。まあ、ステップ2回だからね。グランウォーカー。やっぱグランウォーカーってやつがすげえ大事なんだな。あ、めっちゃあるもんね。アルテミスだった、アルテミス。アルテミスの、アルテミス。ヘファイストス。え？コアン2個、ああ、でもそれはあったか。そのネクサスはあったわ。地元手札は相手の効果を受けない。あ、強っ。え？強くね？レベル1からめっちゃ強いじゃん。これ禁止カードとかになってたりしないのかな？コスト最後の相手のスピードアルテミットがアタックするとき、相手は、あ、なるほどね。相手の小型銃はもうアタックできないよ、みたいな。強そう。アルティメットってなんで、アルティメットってそもそも。聖天使、女神、シスター。なんか新しい、あれだ、カードの種類が増えたんだな。何この左上の、軽減シンボル、これ何？黄色？黄色と、これ紫だったっけな？形は。あれ紫だったっけ？と、何あれ？あ、あれだ、アルティメットはこのシンボルだ。他にもアルティメットいたら、この、軽減になるわけだ。解放。召喚条件、呪文ライフ6位か。もう、まあ普通ライフ6位かなって思うな。レベル3から始まってるよ。すげえな。で、レベル5がコア7、これ3万。なるほど。で、アルティメットはこれ多分スピードで強いんだろうな。
自分の黄色の裏表札のコア2個か自分のライフのコア1個をアウトメントに置け、そうしたとき、相手のスピリット1体2体を手で戻し、相手のライフ、めっちゃ強いじゃん。へー、すげえ。自分のライフが下手でコアアウトメントを回復する。アウトメントってマジ強いんだね。へー。で、太陽神獣、セクメトゥーム。降臨。やっぱこの降臨とかアウトメントとかマジ知らない効果ばっかやな。このターン内で相手のスピリットアウトメント。おー、強い。1枚になったスピリットアウトメント高い。この後か、このスピリットの1番目の降臨元と、降臨元、あー、なるほどね。このコスト2、4、6、8か。で、8だったら8体1万、BP1 万できんの？強っ。BP、ゼロになって効果で破壊されたアイテムをスピードアウトメントコースは合計3個はリザーブ、あー出たボイド系ね。へー。ちょっとこれなんか使いながらね、覚えていきたい。これだけなんかもうデッキつけそうだもんね。お、出たジークフリード、ジークフリードじゃないですか。お疲れ様です。なんかライフ回復してくれるのかな。1万5000円から、1個、効果1個しかないじゃん。DP15000 円からアイテムスピードアウトメントすべてを破壊。強っすべて以下合計じゃなくて全部なんだ。DP、このコアは今日 DP15000 円から相手のスピード、このターンの間、このスピードはブロックされず、このスピードアルティメット1体につき、このスピードに、相手のスピードアルティメット、まあ、まだいた、なんだよ、なんか効果とかで残ってた時みたいな感じか。へぇー。これなんかちょっと使いづらそうだな。使うタイミングめっちゃむずそう。へぇー、あれだよ。なんだっけ、この軽減信号のやつ。これじゃん。グランウォーカーのやつじゃん。へぇー。なんか変わったね。変わったなぁ。バトスピも。俺の試合。お鉄橋イグドラシル。いやー、いいね。アウテミックシールド。いいカードじゃないの。やったぜ。これなんだっけ。ね、アニメでも出てましたもんね。次の自分のスタートステップの系統部、その持つ自分のスピードすべて相手の効果は受けない。いや、強いね。あ、召喚時の、あれだ。召喚時に3000以下のアイトンスピード、アイトンスピードになったんだ。これ確かなんか、自分もだったよね。確か対象。アタック時になったんだね。で、このスピード破壊し。ターンに1回アイトンスピードアルティメント1体手に戻すことで、アイトンスピードアルティメント1体手に戻すの。へぇ、もうウィンウィンじゃん。ウィンルーズだけどさ。しかも、系統2つ、系統3つ持ってるカードとかもあるんだね。で、しかも、コア2個で1万だって、超強いじゃん。俺の知ってるイグドラシルじゃないんですけどね。へぇ、あ、じゃあ結構いろんなカードゲットしたな。使っていこうぜ、ちゃんと。ん？あ、喋った。じゃあね、トウヤ。転校しても、向こうでちゃんとバトスピー続けるのよ。受験勉強みたいな感じで言ってるな。これが俺、どっちや、どっちなの主人公は。そんな何度も言わなくたって分かってるって、心配性だな、言うわ。幼馴染は強いぞ。睨まないでよ、おっかないな。なんか二人はなんかバトスピー、でもまあこういうカードゲームのアニメだったらありがちだもんな。何よ。おっかない？失礼ね。本気で言ってるかどうか、確かめてただけよ。だけなのか。約束だからね。はい。絶対に、約束だからね。なんか、大人になったらまたバトスピしようぜ、みたいな感じか。2年後にシャポンディ諸島で、みたいな感じかな。うん。甘い、なんか。何これ。何おやす、じゃあねの中かな。じゃあ、これ。待っていきなさい。前から欲しがってたでしょ？ X レアかな ?X レア。なんだろうね。竜王ジークフディードかな。鉄器王イグドラシ、なんだっけ。終焉の騎士ラグナドクかな。いいの？なんだろう。これ、ユーがすごく大事にしてるカードじゃん。なんだ、X エアだと思う。グランウォーカーかな。やっぱあれじゃない。こういうこと言って、ちゃんとこれも続けるのよ。こういうこと言っておいてあれじゃないもん。やっぱ、こんなお子様な、みたいな。こんなお子様なカードなんてもういらないわ、みたいな。ペシみたいな。感じじゃないかな。うん。で、そのカードを大人になっても大事に持ってると。にじみやとよ。ちょっと名前覚えとかないとな。じゃあ、もらいっぱなしってわけにもいかないから、僕も。じゃあ、コモンカード。ブレードラあげようぜ。ブレードラ。ブレードラだったらもうめっちゃ持ってるから。はい、これ。シダットで言うか。ちょっと覚えないとな。なんでそうなのよ。これじゃあ、ターントレードじゃない。まあ、トレードはもう、だってトレーディングですか。トレーディング。で、これ、あなたのキーカードじゃない。いいのあげちゃって。デッキ回らなくなっちゃうよ。勝てなくなっちゃうよ。あ、待って、これなんか、あれだな。これで、あ、早送りか。ユーも大事なカードくれたから、これでイーブンでしょ。大事に使ってね。子供ってイーブンってわかるんだ。すごいね。うん。
そっちも大事に使いなさいよ。帰ってきたらバトルだからね。どっちが強くなってるか勝負よ、トウヤ。なんかこのトウヤくんはさ、どっか海外旅行とか行くんかな、親の転勤とかかな。わかった、うん、わかった、負けないように頑張れ。あ、間違えた、頑張れ、ね、ユウ。その時は告白をするんじゃない。うわ、早で、早えな、ナイフで受けるそして10年後その間何があったんだ。でも二人ともちゃんとね、なんか美人美女に育っちゃってね、ナイフで受ける弱いみたいなやっぱキーカード開けちゃったからだよ。何よそれ、5年間向こうで何してたのよ、トウヤ。めっちゃ怒られてる。5年後の姿めっちゃ大人びてるじゃんめっちゃ成長早いな、めっちゃ美男美女だな。歴は昔のまま、新しいカードは一枚も入ってない。出てった時から何に変わってないじゃない。なんだ、これから、こっからキーカード抜いてるからめっちゃデッキ弱くなってんじゃない。ごめん。約束を破っちゃったってことが、忘れてたってことなのかな。絶対なんか他に理由はあると思うけどね。実は遊戯王にハマっててみたいな。別のカードゲームの方が面白くてみたいな。トウヤ、あなた、向こうでバトスピやってなかったの。あ、でも何も言ってないってことは、そうなんだろうな。まあね、答えは無言。ごめん。約束忘れてたの？本当に忘れてたのかな。トウヤ、お前、幼馴染みの約束、忘れちゃうのはちょっと、なあ、それはちょっとあかんかったな。次に行かそう。うん。ああ、もういい。時間を取らせて悪かったわね。いやー、トウヤ、トウヤ、いやー、ちょっとな、重いな。見事にやられちゃったね、トウヤくん。明るいな、店長。店長、スラッとしすぎ。こんなイケメンな店長がいたのか。店長、お帰り、久しぶりだね。あ、じゃあやっぱ昔からやってるんだ、カードショップ。トウヤくんにもさ、きっと事情があったんだと思う。だから、スムーズやないんだ。けどさ、僕はゆうちゃんをずっと見てたから、トウヤくんがいなくなった後も本当にバトスピを頑張っていたんだよ。もう部下、なんかもう一種の、この世界のバトスピは本当になんか、なんだろうね、WBC ぐらい、WBC ぐらいでかい大会とかやってたんだろうな。ほら、あれを見てごらん。あれって、なんだろう、どういうかな。うん。このカードリングでやってたショップアートの優勝者の写真だよ。ゆうちゃんの写真がいっぱいあるだろ。じゃあ、離れてても、なんかずっと、なるほどな。だから、トウヤくんが強くなって、めっちゃ修行してるから、私も頑張んなきゃ、みたいな感じで、やってたんだろうな。君が帰ってきた時、負けないようにって、中学のバトスビーに入って忙しかったのに、ここにも通ってくれてたんだよ。すごいな、もう受験勉強みたいな。もう、めっちゃすげえじゃん。もうね、すげえな。ゆう、そんなに、めっちゃ勤しむやん。そこで、うつむいちゃっていいのかい、トウヤくん。これはちょっとあれやな。カードゲームでも勝たないといけないし、ちょっとあれやな。ちょっと幼馴染効果を使って最強の立ち位置やからな。ちょっと恋的にもね。何事にも遅すぎることなんてないんだ。こま、ゆうちゃんの期待に応えられず、負けたままで君はいいのかい？まあな、ちょっとこままやといいとこないもんな。男やったらちょっとええとこ見せたいもんな。驚かされた。店長。あ、急に来たな。店長。どうしたの？うん。ありがとうございます。おお、また来ます。二段落目も言ってほしい。なんか思い当たったかな。あ、またご来店を待ってるよ、トウヤくん。でもこう見えて店長実はさ、なんか、めっちゃ元気つけてるけど、あれじゃない？やっぱお金戻してほしいからこう言ってるとかかな。めっちゃ性格悪い人やったらどうしよう。金のことしか考えてない人とかやったら、ん？貢ぐに、貢ぐ、金貢ぐってこと？おぉ、めっちゃなんか、赤属性使えそう。お前、トウヤか。なんかあれかな、久しぶりに学生で日本に戻ってきたって感じ、つうかどこなんだろうね、転勤先は。そうか、久しぶりじゃねえか、おい。5年ぶり、小学生以来か。こっちに戻ってきたって聞いてたけど、うちの高校に入ってたのかよ、お前。どうした、それで、どうしたんだよ、いきなり。でも、久しぶりに、こいつもバトスピやってんのかな。でも、火ってついてるもんな。絶対赤属性、ジークフィード使いそうだな。相談というか、頼みたいことがあって、ちょっと女の子のね、相談ですから。俺に頼み事？なんかあれかな、古き良き親友みたいな感じかな、腐れみたいな。あ、すごいな、あれ、思い改まっちゃって。おさ、貢ぐに、名前ちょっと、お金を貢ぎそうなんだけど。お、なんだよ、もったいぶって。僕さ、めっちゃ貯めるじゃん。貢ぐも気になってしょうがねえな。
バトスピリミ入りたいんだけど、あれなんか、別にいいと思うんですけどね。いやー、その確か三つ国いたバトスピープだったよね。部活動紹介の時説明してたしさ。ということは部長なのかな、三つ国は。おー、そりゃまあ、部長だ。あ、本当に部長だったわ。部長だしな、俺。え？部長なの？三つ国。そうだよ。てか、そんな意外そうな面すんな。なんか、でも三つ国はバトスピーやってたんかな、子供の時は。5年前は。失礼だろうが。ごめんごめん。あ、でもやっぱ仲いいんだな、二人は。でもなんだよ、あんなにね。仲悪くなっちゃったんだ。バトスピー負けたくらいだもんな。たく、深刻そうな面して何かと思えば。しかし、お前の方からわざわざ頼み事なんて珍しいじゃねえか。一体どういう風の含み回しだ。やっぱなんかバトスピー諦めてるっていう、なんか三つ子も、向こうではバトスピーやってねえんだろうなとか、うすうす思ってたのかな。その辺、詳しく聞かせてみろ、トウヤ。やっぱあれやな、こういう、同性の友達っていざという時すげえ頼りになるよね。なるほどな、ユウのやつとね。このまま、ユウに失望されたままなのは嫌なんだ。力を貸して、三つ子に。いや、なんかちょっといきなりね、なんだろう、ショップバトルとかで優勝したデッキのレシピを教えてもらって、そのレシピ通りにちょっとデッキ組もうか。僕はユウに追いつきたい。やっぱじゃあラスボスは、あれか、いつきだな。ユウだな。いいぜ、お前もユウに俺にとっちゃ可愛い弟分、妹分だ。ここは一肌脱いでやろうじゃねえの。三つ子の方が強いのか、もしかして。三つ子とユウのちょっと実力が知りたいな。けどな、トウヤ。お前がいない間、ユウがどれだけ頑張ってたかは知ってる。なんかね、ショップバトルでもめちゃめちゃ勝ってたらしいですからね。5年もバトスピーカー離れていたお前があいつに追いつくのはそう簡単なことじゃねえぞ。でも5年？どうだろう？ソードブレイブから今って、だいぶね、俺も多分5年以上もっと離れてたから、ちょっと投薬の気持ちわかるな。だったとしても、やる前から諦めるわけにはいかないよ。よし！その目、めっちゃよしね、今言い方強かったな。よし！その目で言い切るならわかった。トラウト、あと確かめておきたいのは一つだけだな。私のルールとか忘れてそうだけどね。一つ？おう。なんだろう。おうって言われても、なんのこっちゃね。男同士のお約束ですか。おう、カットイン。決まってるだろ？これがうちのサンプルデッキだ。それを使えってことなんかな。つか、今も投薬のデッキってね、なんかキーカードもないから、どんな感じなんだろうね。お、チュートリアルかな、これ。めっちゃ聞いてたと思うけど。もう聞いてたぜ。バトスピ。しばらくやってなかったんだろ。はい、そうです。なんか画面の前の俺に言われてる気分だな。やってないです、しばらく。それはそれ、これはこれだ。入部したいってんなら入部テストはやってもらわねえとな。This is this。うちの部は高校生カードバトラーの全国大会、バトスピハイスクールチャンピオンシップ。これに出るのか。その全国決勝大会に。出してる強豪だぜ。部員として迎えるにふさわしい実力があるのかどうか確かめないとな。でも本当にね、5年もバトスピやってないから鉛に鉛ってるぜ、トウヤ君。ルールも全部忘れてるだろうな。そうビビになって俺も使うのはサンプルデッキだからよ。ああ、じゃあカードの実力で金の力で踏み潰すってことはないんだ。いや、でもトウヤ君怯えてます。でもね、でもチャンスだよね、チャンス。そのこんな初心者を入れてくれる時点で ありがたいですよね。おい、今回でブルッチマっていいのか。ユウに追いつくって言ったのはどの口だよ。なんかブルッチマった女王おしっこ女王。うわっ、そうだそうだ、それでいい、やるしかないよね。しゃーよし、それじゃあ始めるぞ。お前がなくしちまったカードバトンの魂、このバトルで取り戻してやるよ。あー、熱いね、三つ子くん。やっぱ赤属性使えそうじゃない。この名前でさ、青属性のデッキ破壊とかしてこないでしょ、大丈夫でしょ。あ、カットインだ。よし、俺も本気でやってようぜ。統一図ちょっとルールがわからんけどね。プレイのマットとかどんな感じなの、後で。うわ、広っ、すげえ広大な土地、いいね。土地代かかりそう。やってやるぜ。バトスピア久しぶりみたいだかな。人通り説明するぜ。最初にプレイシートの外にはボイドがある。あ、なんか、色一個違うコア。コアが一個色違う。なんか特殊なコアなのかな。ボイドがある。ボイドはお互いがバトル中、いろいろな用途で使うコアを置いておく場所だ。次にプレイシートの説明だ。真ん中の入れがフィールド。はい。スピタネクサスを召喚、配置する場所だ。あ、これ俺も覚えてるわ。あ、バーストね。左上がバーストエリア。バーストはミラージュってなんすか。なんか、あれか、カードをセットして、なんかライフが減ったりとか、なんかある程度、なんかそのカードの条件が、まあ、この人が説明してくれるか。出来の上がカウントエリア。転生させた後にボールからコアを
置く、転生させた後にボイルがコアを置く場所、転生が分かんないです、ここに置いたコアは基本的に移動も使うこともできないから注意してくれ。さっきなんかグランウォーカーネクサスとかはなんかね、コアを他の場所から移動もできないとか書いてあったけどね。転生の説明あったりするから安心して。ああ、もう三つぐくん優しい。俺結婚するなら三つぐくんがいいな。バースウェアの下がライフ、バズル回収のライフは5個からスタートだ。もしよりここはズーになった方が負けだな。もう命だね、命。ライフの下がリザーブ、使用可能な子は置いておく場所だ。右、あ、めっちゃ説明してくる。右上がデッキ、一番デッキ置いておく場所だな。その下がトラッシュ、使用済みのカードやコストシアターの子は置く場所だ。次はコアの説明をするぞ。コアがね、もうこのバトルスピンにおいて一番大事なのはコアですから、コアの管理ですからね。コアは召喚配置するためにコストの支払いや、スピリットやネクサスのレベルを維持するのに必要なレベルコストも違うから超重要だぜ。なるほどね。なんかすげえ、このネクサスめっちゃ色綺麗じゃん。ゲーミングネクサスじゃん。特にレベルコストは各カードのコアの数でレベルが変わっていくぞ。だからコアの管理は勝敗分けと言ってもいいな。やっぱコアブーストとかね、コアをどんどん増やしていって、勝利していくデッキとかもありますからね。これはマジで第一、コアは。ああ、なるほど。なんか右、なんか転生のやつになんか、このソウルコアのマーク書いてあったな、さっき。通常のコアとソウルコアの2種類がある。へえ、ソウルコアってやつがあるんだ。ソウルコアはお互いのプレイヤーが1個だけ持っていて、基本的には通常のコアと扱いは同じだぜ。カードによってはソウルコアを使った特殊な効果もあるが、なんか、これ上位、より、なんかソウルコアを使って、はない、これも結構鍵を握りそうだね。まあその辺はやりながらでいいだろう。ありがとうございます。もう三つぐくんマジで説明うますぎ。バトル開始前にコア3個とソードコア1個をリザーブに置いておこうな。そじゃ次は手札だ。バトル開始前にデッキの上から手札が4枚になるようにめくるぜ。4枚なんだよね。最後にじゃんけんで勝った方が先行後攻を決める。なるほど。お、なんかいいカード来たんじゃない。おー、いいね。どうする。でもやっぱ熱血だ。一番最初にミツーくんが出す手は、まずグーパンだと思うから、俺はそれをパーで迎え撃つ。よっしゃグーパンしてきそうだったんだよな。とやの感じだな。先行後攻を選択してください。自分の手札を見ながら先行後攻を決められるから、よく考えて決めるといいぜ。僕の手札はコストの小さいカードが多いから、今回でも、後攻になったらコア1個増やせるから便利なんだけどな。バトスピだったらなんか後攻が有利みたいなとこあります。あった気がするんだよな、俺がやってた時は。今はわかんないけど今は天候の方が優位なのかもしれないけど。よし、じゃあ今から始めるか。よし、お、解放。やっぱバトスピで言えばケイトンも解放だよね。お、スタートステップ。水国ニートのバトル久しぶりで緊張するブルっちゃうジョー間違いないように確認していこう。スタートステップはターンの開始を宣言するステップで、スタートステップに発揮する効果がなければ何もしないよね。コアステップは最初の ターンはスキップだね。そうだね、後攻からコアステップなんだよね。ドロー、ここ大事よ。ドローステップはできなければ1枚抜けて手札に加える。トヤ君はさすがにここは知ってそうなんだよな。ドローステップ、わあ、コア4か、ギギ使えないな。リフレッシュステップは今行くことはないが、このままだね。だからトラッシュに入れたコアがリザーブに置くと。なのね。メインステップ、さあここでいろんなことができますね。スピードネクサス、マジックの召喚、配置しよう。バーストやミラージュのセット、ミラージュって何なんですか。手札もう一度確認しよう。おゴッドシーカード、ドドラ、コスト3か。なんか、X ではでもコア4個のやつであるね。手札にはスピットが3枚、ネクサスが1枚、マジックが1枚。カードの左上がコストの右のシンボルが軽減シンボル。一番コスト小さいスピット召喚しよう。このカードコストは3、軽減シンボルは赤が1だね。ゴッドシーカード。めっちゃなんか、めっちゃ効果書いてんじゃん。コスト3にしては合成ですね。軽減シンボル今は使えないから、このままコスト、3コストリザーブから支払おう。へえ、これちょっと効果見たい。このカードは、すげえな。めっちゃ強いじゃん。デッキから1枚ドローする。さらに相手はバース効果発揮できない。でもめっちゃかっこいいね。で、これ出すか。召喚時的に自分のデッキアップから3枚オープンできる。その中のカード名。報道のグランウォーカー、ドロー1枚と、クロノドラゴン。違うか。道化竜を含むカード1枚できない。これ残ったカードを発揮する。強そう。じゃあ召喚しようか。コア3個支払って、ドローダーのレベル値でレベルコストは1だから不足はないよね。レベルコストのコアはドドドアの上に置いて、あ、じゃあソウルコアを置くのか。ソウルコア結構大事そうだけど、お、ドドドアだな。そのスピードに召喚時効果があるか忘れるなよ。ありがとう、三つ国。ドドドアの召喚時効果発揮。すいません、ちょっとラギオが苦手だからさ、なんか、ドドドドア、ドドドドアみたいじゃん。グラモカドドと同期で含む効果発揮。さあ、声。お、なんか、あ、これグランウォーカーか。これができるのか。手に加えるか、カード的に加える効果だ。加える対象は報道のグランウォーカードと転生カードの赤の世界だな。あー、赤の世界。え、ネクサスで X やなの。へえ、すげえ。グランウォーカード1枚と転生カードか。選択中。これ確定いいのか。グランウォーカーとか。
ネクサスの赤ってすごいね。ネクサスだよね、これ。多分ネクサスだよね。他のカードにも配置時、アタック時、破壊時と、いろんなタイミングで効果出せるカードがあるから、受け効果確かめて使うといいぜ。うん、わかった。マジで見つぐ説明うますぎるわ。もうコア使い切ったし、メインステップは終了しよう。アタックステップは先行最初のターンはスキップだね。まあ、それに先行からあったらもう4体召喚して、レイコス4体召喚しても4つ破壊しちゃいますからね。やったぜ。で、これで一旦ターン終了と。うん、あ、そっか、残りはね、終わるから。Z ワードを押してメインステップ終了と。へぇー。いいね。めちゃ、なんか、やっぱスイッチだから DS やった後やとさ、DS のバトスピやった後やとすごいなんか操作が軽くて意外と助かりますわ。エンドステップは楽しいを宣言するステップで、エンドステップに発揮する効果だけど何もしないと。なるほどね。ここで一旦相手のターンと。さあ、どんな、やっぱ赤だろうな。フォアステップはボールが怖い、ご自分にリザーブに置くんだ。なるほどね。ソウルコアも一個なんかな。ソウルコア一個追加するみたいな効果とかもありそうだけどね。めっちゃ光るやん。やっぱ赤だよね。1コストいいな。出来の上から3枚を。え ?1 コストでこんなことできんの?すげえ。あ、じゃあ3コスか。ないと見間違えたんだ。俺確認できんだ。え、強そう。なにこれ?ワイズドラゴン。めちゃ魔法使いそうじゃん。まあいいや。あ、待って。あ、見たかった。待って、リザードマンじゃん。リザードエッジあったじゃん、今。なんか効果持ってたな。やっぱリバイバルってなんか、強くなってんだ。バスエン、バスト。うわー、これ怖えんだよな。あ、ライフ現象、絶好標準ね。これ超強いですからね、マジックカード。バスはターンに1回だけ手札から向けてセットできるから何をセットするか慎重にな。メインステップやることはもうないな。なるほど。あ、やばい、これライフで受けるか。アタックステップは相手プレイヤーにスピードアタックができる。行くぜ、パイオニア、バードドラゴンね、アタック。まあ、これは受けるか。アタックするとそのスピードは起動して、起動状態になる。なので、ね、アタックで起動と。起動状態のスピードは相手のターンでブロックできなくなるから注意しろよ。それと一応起動したスピードは自分のリフレッシュステップで回復させて元の状態に戻るぜ。まあ、効果とかでね、回復させるマジックとかもあるけどね。次はトイナフラッシュタイミングだ。フラッシュタイミングは攻撃側がアタック宣言をした時に発生する。まずは防御側からフラッシュ効果を持つ可動コストし合って使えるぜ。僕の手では1枚フラッシュ効果を使う。白鳥氷壁があるけど、今はコストがないからコストが払えないな。じゃあこれライフ受けるか。よし、パフス。じゃあパス。ちょっとライフで受けるわ。フラッシュはいません。ありません。ないです。アイナムノーナッシングライフ。よし、じゃあ次、オネフラッシュタイミングだな。防御側のフラッシュタイミングが終わったら、攻撃側のフラッシュ、あ、じゃあ防御側が先で攻撃なんだ。へぇ、そんな順番あったんだ。つっても、俺はフラッシュはねえな。何もねえ。すげえな。ない時に俺は何もねえっていきなり言うタイプか。お互い連続でフラッシュが使用しなかった時、フラッシュタイミングが終了するぜ。なんか交互に出すやつはもともとあった気がするな、DS でも。フラッシュタイミングが終了した後は、私でスピードバトン解決だ。防御側は可能な回復状態のスピードを起動させてブロックするか、ライフを受けるかを選択できる。ブロックした時は、私でスピードとブロックをしてスピードの BP を比べて BP が高い方が勝ちだ。負けたスピードを破壊されてトラッシュに行くぜ。なるほど。ここはスピード残しておきたいからライフで受けよう。まあ、ここはね、やられたくないですから。で、B でライフで受けるのか。痛い。あ、痛そう。ダメージボイスちゃんとあるんや。ライフを私でスピードのシンボルの数が減少する。今、私でシンボルは1個だから、ライフは1減少する。これなんか、2個は知ってるけど、3個とかあるかな?ちょっとインフレが進んでそうだから、3個とかありそうだけどね。ライフのコアはリザーブに移動して、他のコアと同じように使えるようになるぜ。まあ、ライフは減っちまうが、その分使えるコアが増えるからよ。ピンチチャンスってやつだな。グワ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 。だってアタックできるスピードもいないし、アタックステップ終了するか。あざーす。いや、マジ教え方上手くて、もうなんか転生とかはちょっとまだわかんないですけど、ちょっとバトスピアンドゥーで思い出してきましたね。ドーステップ。お、なんか強そう。なんかドラゴンのね、強そうなカード来たね。リレーションステップはカード回復する以外に、トラッシュのコアをリザーブに戻せんだよね。なるほどね。だからさっき使ったやつが持ってくると。ここでネクサスの新しき世界を配置しておこう。コストの支払いを経験するときに経験シンボルを使ってお支払いコストを減らせるから、まずは経験シンボルの確認カード。新しき世界の経験シンボルは赤、紫、緑、白、黄、青が1個ずつ。経験シンボルはフィードのスピード、ネクサスのシンボルの色と数に合わせて計算。これじゃなんか、最大6個なんだね。フィードの色と赤のシンボルが1個。経験できる数は1だね。コスト低く軽減シンボルイコールシェアなコストになるから2コストで配置できる。強っ。つか、コスト3の軽減シンボル6個もあるのすごいな。新しく世界のレベル1でもレベルコストは0だから、完全にコア乗せなくても大丈夫だよね。まあ、ネクサスは基本的に0個やもんな。なるほど。じゃあカードちょっと見てみたい。手札には新しく世界を、あ、これできるのか。自分は、あ、転生なんかあるんだけど。自分のカウント3位か。まあいいや、ちょっとこれ置いてちょっと転生教えてもらおうか。で、これで支払います。ソウルコアはあれか。あれだ。乗ってるわ、ドラゴンの方に。で、これで配置できんのか。ん?あ、配置したよね、今。あ、これでいいのか。ネクサスを配置したか。
ネクサスはレベル1のレベルコストが0の場合があるからな。スピリットはマジックを召喚しようするときにコスト軽減には役立つぜと。まあ、とりあえずね、スピリットいっぱい召喚しておけばいいってことやな。ちなみに新しく世界のシンボルは系統、期限を持つカードを召喚するとき、赤、紫、緑、初期が全色になるぞ。超強えじゃん。ありがとう、三つ国。なんか、あれやな、いろんな、なんか多色のデッキなのかな、今の時代は、この時は。次はこのスピード召喚しよう。あ、そうか、まだスピード召喚でき、そうだ、2やもんね。これどのスピードだ？これか？でも3やもんな。3？ あ、でも3だもんね。あ、でも全色なってんのか。これなんだっけ？これちょっとやるか。召喚時、コア1個ライトのスピードを、あ、オッケーオッケー。じゃあこれ破壊できる？違う。これが？違う。これ召喚できんの？あ、でも、これ結構紹介できるのか。同じ効果だけど。自分の系統期限を持つスピードカードを召喚するこのネクサスのシンボルは、前職として扱うだから、これが軽減シンボル全部になるんだ。このカード超強くない？新しき世界。万用カードじゃん。万能カードじゃん。赤の2個と緑1個。系統期限を持っているから、フィールドに赤のシンボルが1個と前職のシンボルが1個。4コスト2軽減2コストで、同期でボールはカスタードーラをレベル1で召喚できるねと。なるほど。死者支払って、で、コア1個乗せて、召喚と。で、これで召喚。召喚時間は生前に使って、これで、あれが破壊できんのか。DP5000 か、相手のスピードデータを破壊でき、破壊したとき、ボールがコア1個を自分のスピード上に置くと。ナイス！オッケー。3000だからね。さらば。いや、強いなぁ。いや、わかりやすくて助かるわ。三つ国のスピード破壊できた。いや、優しい。今の子ぐらいコアが増えたし、同期でいうボールはカスタードラの名前いいぞ。コア1個移動させて、ドドドラをレベル2に上げておこう。レベル2に上げんのか。これどうすんだ。あ、こっちのコア移動させるのか。コア移動。選んでるコア。ん？待って、これどうしよう。あ、やばい。コア置く。コア置く。これいいのか。で、これで、確定と。なるほどね。これでメインステップは終えよう。アタックしようよ。すみません。アタックするのね。じゃあ終了して。まあ、DP 少ないから、ま、こっちへ。ドドドだ。あ、もうドドドでアタックしないといけないの分かったよ。ゲームがルードを作ってる。ドドドラでアタック。ほら、行け。フラッシュはないぜ。くらえ。痛みは一瞬だ。B をしてフラッシュをパスと。OK、このパス。僕もありません。急に敬語。急に距離感得になったな。ライフで受けぜ。痛いだろう。いいね。あ、痛みを喜ぶタイプか。ド M か、ド M。とや、今のライフが減ったから、新しく世界が転生できるぞ。はぁ、あ。あ、なるほどね。自分のカウント3以下って何なんだろうね、これ。あ、3以下か。だから、右上の、あれだ、0が、0からいいのか。転生カードは条件を満たした時にカードを裏返して覚醒できるから、あ、転生できるか。転生条件を確認しておくといいぜ。いや、これちょっと大事だな。そのカードを転生させるときに、フィードリザーブ、トラッシュ、ライフから自分のソウルコアを置いて裏返すんだ。うん、やってみる。だ、ソウルコア。このネクサスに自分のソウルコアを置いて、裏返すのこれ。自分のライフが減ったか、このネクサスが相手の効果でフィードを離れるとき、このネクサスに自分のソウルコアを置いて裏返する。まあ、やったもんね。そこで？裏返せんの？どういうこと？裏返すの？どういうこと？裏返った！そんなデュエマの超次元カードのカードみたいな。裏返した後はカウントエリアにコア1個置くんだ。ボイドか。これで今、トヤのカウントは1位になったぜ。訂正条件にはカウントの制限幅が気をつける。まあ、3位以下じゃないとできないらしいですからね。それと、風河流エレアラ軍は転生時に効果を発揮するぞ。転生のカードは裏返るんだ。でも手札に持ってたよね。なんか裏返ってカード見えるんじゃない？大丈夫か。ボールがコア2個自分の、うわ、強っ！転生するだけでこんな効果が。ネクサスの時でも十分強かったのにな。よし、転生効果でボールがコア2個、同期でいうボーダーカスタードに置こう。じゃ、これで、なおコアを置くと。この R ボタンで押せんだ。で、これで決定と。オッケー、はっきり。で、コア2個置く。めっちゃコアブーストするじゃん。ドルダーのバットは終了したけど、アタックすればまだついてるよね。カスタードでアタックと。で、待って、これちょっと効果あるかな。あ、アタックし合うね。ボールがコア1個。強い。アタックしようぜ、このまま。同期でボードラー&カスタードでアタック。イラストもいいね。自分のカウント1以上の時、ボードがコア1個自分のスピードに置くと。強いね。同期でボードラーカスタードのアタック事故から、風河流エレアラグーンのコアを増やそう。エレアラグーンのコアを増やそう。どこに置こうかな。あ、コア3やもんな。まあ、いいや、こいつに置いとくか。これに置いとこう。一応ね。なんかあった時用に。なんか、リザーブにコア1個ずつ置くみたいなありそうだからね。フラッシュはないぜ。
痛め。よし。ちょ、これなんかナイフ与えたらさ、この本人にもダメージいくとかあんのかな？なんか、なんだっけ？あの、ダンとか、バシンみたいな感じであんのかな？バシンの時はなかったか？さあ、行け。ダメージボイスを、おいに聞かせてくれ。ナイフで受ける。どうよ。痛そう。ガチで痛そう。出た。自分のナイフが減少した時、バースト発動。これ、ね、バーストが熱いんだよね。やばいし、探索者、アレックス。ライフ減少後。で、このバトルが終了して、うわ、強制終了か。面白いじゃないの。何これ、いいね。選ばれし探索者アレックスを召喚。このカードの効果は、このバトルが終了した時、アタックステップを終了するぜ。強いね。バース経験出てきて終了って、絶好標準みたいな感じか。強そう。だから、全体にイラストあるもんな。転生とはまた別やもんね。スタートステップ。はい。さあ、来いよ。ドステップ。いいね、どんどん行くね。はい、リベーションステップ。はい、おい、リベンステップ。いや、どんどん回復してきな。反撃開始だ。やばい。一体だけ大丈夫かな。導きの少女、ビーナを配置。配置なんだ、ネクサスか。このか、あー、出た、グランウォーカー。グランウォーカーネクサスだ。通常ネクサスとは違って、コアのネクサスで置くには、コアチャージが必要になる。へぇ、信託って書いてるわ。なんかすげえな。わ、美人。コアチャージを配置した時にデッキから3枚トラッシュに置いて、置いたカードがコアチャージ対象の場合、その枚数分ボールがコアを置く方法と、フィードにコアチャージ対象召喚降臨。半分以上知らねえんだけど、降臨、まあ、転生はさっき分かったけど、降臨した時に置く方法の2つがあるぜ。コアチャージ条件はカードによって違うから注意しようよ。コーネクサスを配置したとき、同じカード面の自分のグランを動かすネクサスがなければ、自分的に置けば3枚トラッシュに置ける。その中の対象カード1枚付き、ボールが怖いか、待って、同じカード面の自分のグランを動かすネクサスがなければ、対象カード、だから最大3つ置けるわけか。やばいな、これはちょっと。じゃあちょっと、カスタードはちょっと邪魔だな、これ。転生カード、トラッシュの回転か、転生カード1枚手札に加えると。ちょっとこれ。あ、ガイアスだ、ガイアスだ。強そう。このスピードがアタックしたとき、自分たちの赤一色。ちょっとやめてよ。強そうなんだけど。このスピードの子は取り除けない。あ、裏返すとあれだ。この見た目じゃなくて、裏返すとすごいなんかモンスターみたいな見た目になるよ、これ。このスピード赤は死ぬ。うわ、レベル10、レベル4が2万2000になってる。強そう。ちょっとこれ、カスタードはちょっと邪魔だな、これ。天元新聞一つを満たす。この子が重複しない。強そうだな。めっちゃ来るじゃん。この効果は重複しない。重複しない効果多いね。カード詳細外して。カード、うわ、マジで言ってる。ガイアスは含め自分のスピードカードコストしちゃって召喚するときコスト6になる。ガイアスはレベル、コスト10やもんな。6になるのか。自分の系統が期限を持つカードを、召喚配置使用するとき、この即刻シム一つを満たす。この効果は重複しない。やめて。やめて。もうめっちゃ重複し、重複してないの？ガイアスは10を召喚。もうコスト、待って、早くないスピード。バトルのスピード早くないですか。対象の自分のスピードのネクサスを召喚後に配置したとき、ボルがこういこうね、このネクサスに置ける。ちょっと、ビーナイコアチャージ。ちょっとなんか、よくわかんないことがボンボン起きてよくわかんなくなってる。アタックステップ。ガイアスは超強いんだよ。よし、行くぜ。ゲナセリュガイアスは10でアタック。さっき10って書いてあったもんね。このスピードでアタックしたとき、自分の対象の赤の一色のカードがあれば、このスピードで打開する。ある、あるわ。やばい、これ裏返すとね、アタクシにこのカードを転生できるぜ。もうやめてよ。初心者いじめないで。ガイアスだ、天。天聖剣乱に転生。何やそれ。天聖剣。転生超かっこいいな、これ。うわぁ。見た目ね、これちょっとグローテスクだよね。この、こっちのガイアスだわ。でもラスボス感半端ないよね。カウントプラス2できる。この効果、この効果重複しないと。重複しない効果多いね。うわ、めっちゃカウント増えるじゃん。カウント増えるとなんかやばいこと起きそうだね。フラッシュ、でもこれまだ使えないもんね。自分のライフ、コスト試合に、ソードコアか。このターンで自分のライフは1しか減らない。これ使いたいね。まあ、いいや、ちょっと、使えるカード増やしておきたいから、まあ、いいや、あれでいいや。フラッシュでパスするか。ちょっとライフで受けていこう。フラッシュはありません。急に敬語。ガイアスは転生系のフラッシュ時効果。まだあんの？あ、超覚醒か。うわ、あ、ゲンナ覚醒。自分のカウントエリア。カウントエリアのやつも、できんの？やーば、ゲンナ、超強えじゃん。でもさすがに問い除けないよね、コアは。うわ、めっちゃ問い除くじゃん。うわ、こいつやっば。乗ってるコアが最大レベルでコストで少ないコスト、ね、ネクサスが置いてみたら消滅して、消滅って言うんだ。破壊と消滅が別ってことね。なるほど。
自分の怖い動でも消滅する。ゼロになると破壊じゃなくて消滅ってことか。これでダブルシンボルだ。やばい。B を押してフラッシュをパスしてください。まずい。まあ、パス、あれでブロックはしない。クフラッシュ、ありません。ありません。俺もないぜ。やばい。それダブルシンボルのやつって強いな。B を押してライフで受けてください。ライフで受けてくださいって言われちゃったもんな。ライフで受けます。ダブルシンボルは胸に響くな。まだまだ行くぜ。続けてアタックだ。やばい。助けて。助けて、アンパンマン。B を押してフラッシュパスしてください。え？待って、フラッシュパスしない。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 もうなぁ。あれ使おうよ、マジック。手札にあったじゃん。フラッシュありません。導き少女 B。もう、グランスキルって何？グランスキルって何？なんか来た、なんか来た。いやあ、もうやめて。もう無理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 。助けて。助けて。グランモーカーには、グランスキル、グランスキル。はい？やべ、なんか歴史の授業みたい。日本武将3人答えよみたいな。特殊効果を持っているカードが多いぜ。うわ、あ、そういうことなんかあるのね。グランモーカーに置いているカードを指定された数のだけボイドに置くと発揮できる。なるほどね。グランフィードは指定された数以上のコアがグランモーカーに置いてあれば発揮するぞ。さあ、どうする？どうするって言われてもどうもできないんですけど。B をしてフラッシュをパスしてください。これブロックしないとやべえよな。フラッシュはありません。優しい敬語でね、行きましょう。ありません。マイモーないで。やば。何もね。いちいち覚え。エレアラグーンを選択し、Y をして確定。エレアラグーンでブロック。破壊されるけど。ブロック後にもフラッシュタイミングが発生するけど、今やめておこう。助けて。助けて。もう無理。潰されちゃう。19,000と3,000は。ちょっと差がえげつない。やばい。2トントラックだ、向こうは。こっちは軽トラだからな。やばい。爆発した。バイナだ。転生スピード。転生したカードがフィールドから離れるとき、元の転生前のカードに戻るぜ。なるほど。さらに続けてアタックだ。あれを使おう。フラッシュタイミングを使おう。使って、早く。マジックを使う。ここで使うしかない。白鳥貿易を、外壊し当てしよう。しよう。よし、これで使うぞ。いったれ。白鳥貿易。相手のスピードいったれ手でも。これ強いよね。外壊、このターン内では自分の役は1しか減らない。いや、でもまあ、あいいよね。自分が空気するです。これで、ゲナ水流から安田を戻すと。これ支払って決定と。オッケー。ゲナ水流から安田、転生ケナの手札に戻すよ。これでかいでしょ。つか、これちょっと効果見ていいですか。自分のコアは取り除けない。厳正回帰。相手の手破壊されたとき、裏返して食。うわ、強いな。やっぱゲンナ覚醒が大事だよね。つか、10コスで3万って、ちょっとインフレを感じるな。じゃあ、フィード戻すか。これ確定と。バイナラ、ガイアスラちゃん。これ、イカイオのね、敵ですか。イカイオの相棒ですからね。さらに、このターンの F は1しか減らない。つかもう減らないんだよね。やるなぁ。フラッシュはないぜ。いや、いいタイミングで使ったね。何もねえ。俺も何もねえから、そのままフラッシュパスするぜ。僕もありません。で、このまま、アタックしてスピードがいなくなったから、ライフの減少はゼロだな。しゃあね、アタックステップは終了だ。俺、これ勝てんじゃねえの？一体ありよ。めっちゃコア増えたね、俺。あれ？もう、5ターンで、こんなにコア あったっけ？とんでもねえな。今の、お、まあ、ソードブレイブ、ソードブレイブ、ソードブレイブ来たよ。俺も知ってる。シャイニングソードみたいな感じだったよね。危なかった。高ターンで決めないと。なんかめっちゃバトルスピード速いじゃん。ホールドのグランウォーカー、ロドを配置。ロドを、グランウォーカーね。ちょっと効果見ていいですか？でもよくわかんねえ。グランフィールド。で、なんかこのなんか、コアチャージってやつが大事なんだよね。対象の自分のスピードにかつと召喚。対象が、コスト3以上、転生スピット、転生ネクサスか。このネクサスを配置したとき、同じカード名のグランモカネクサスなければ、自分の1回目から3メートルらしいに。まぁ、ちょっととりあえず使ってみようか。で、コア2個を使うと。このネクサスを配置したとき、同じカード名の自分のグランモカネクサスなければ、だよね、オッケー。で、これでトラッシュを置いたカードに、1枚につき、って感じか。お、スピリットが、なんだっけ。これで3枚置いたから、これ強そう。コスト8。へぇ。まぁ、ちょっとこれはまた後にしようか。で、3つ置けると。次、赤のスカイを配置しよう。ネクサスがスピリットに裏返したけど、ネクサスがスピリットに裏返したけど、さっきの新しい世界と違って、うわ、あ、これなんかエクセアのやつは転生のやつなんだ。転生条件満たせていないから、ソードをコア使って転生はできない。転生後に消滅しないように赤のスカイに怖い子乗せて配置しておかないと。なるほどね。だから1個乗せて裏返さないとスピリットじゃなくなっちゃうからね。これで、じゃネクサスを置きましょうか。じゃあ配置と。で、コアを支払って。で、これなんか勝手にね、支払っていくよね。まあ、いいや、これで OK と。で、これでコア1個支払って。で、コア取って、ん？取れない。あれ？あれ？
ああ、ごめん、L か。L で声で置くと。で、1個しておいて。ああ、2つあるのか。DP、アイドルすべてで破壊。まあ、こっち先に使っとこうか。ああ、すいません。これが怖いかもしれない。いや、これ強いね。これ、グランウォーカーって強いんだね。元の DP の光のスピード1体を破壊する。あれスピードじゃないもんね。だって、ネクサスやもんね。あれ、スピードいない。次は炎グラッシュのグランスキルを使おう。じゃあ、グランスキル使うか。効果発動。自分のデッキは1枚ドロー。またはカウント2以下の時、自分転生ネクサスをして、おー、これ強いね。赤を使う赤き新竜王に転生。やったね、ロードちゃん。ロードちゃん、ナイス。ロード。んあ、使用するんじゃない？え？使用しないの？使用しないの？使用しようよ。1枚ドローしようよ、せっかくだから。来たー。転生いいね。赤き新竜王。強そう。まあ、XLだからね。破壊する対象はいないけど、シンボルが1個増えた。とどめー、これで。DP1 枚かな？強。え？強くね？で、DP 破壊後は上限1万。2万以下の相手のすべて一体破壊。桁がおかしいぞ。転生でしょ、こんな3コスで出てきていい器じゃねえよ。最後にブレイブを使えば。出た、ソードブレイブ。テンダーまた。ブレイブ条件がスピードとブレイブできる。直接スピードでブレイブする方法と、スピード状態ブレイブとして召喚する2パターンが選べるけど、今回は新竜王にブレイブしよう。いいね。ネクスではブレイブさせるのか。気持ちがいい。ブレイブしたスピードは2枚で1枚スピードとして扱うから、これ赤き新竜王のシンボル。あ、なんかあんの？赤き新竜王のシンボルは3個になる。もともと何いくつあるのこれ。シャイニングスブレイブを合体。ちょっと待ってね。本来、あ、そういうことね。本来のコストは5以上のゼミの赤スピードに。あ、なるほどね。はい、これで、待って、ブレイブしようか、このまま。コスト。そうだね。これで、ブレイブでシンボルが1個追加されるからってことだよね。じゃあ2個支払おうか。召喚、ブレイブ。7000以下のアイドルスピードに対して、アイドルネクサス1つ破壊し。いいね。破壊したスピードネクサス効果発揮させない？しなみつぶしじゃん、めちゃめちゃ。ブレイブの召喚値効果を発揮。原生使いし場所を破壊と。じゃあね。強そうだけど。強そうなネクサスだけど。ありがとうね、今までね。短い間だったけど。レベル2なんだ、これ。これでいける。よし。もっと召喚しとこうよ。今、コア何個？あ、3個じゃん。これ召喚しとこうよ。召喚しとこうよ、もう。まあ、いいか。ちょっと、ゲームにちょっと脳みそつつかえてる気分だけど。まあ、ちょっと行きましょうか。じゃ、メインステップ終了。行ったれ。進め、巻き場を。アタック。DP 高。アクシン量でアタック。勝ちだ。フラッシュはないぜ。お、余裕だね、三つぐくん。フラッシュタイミング、なんかあんの？新速とか召喚する？いいっすか？何もねえ。ちょっと、あれだな。やっつけだな。何もねえ。フラッシュパスしてよろしいですか？いいですか？僕もありません。ないでございます。ナイフで受ける。トリプルシンボル。くらえ。あ、消えそう。ありがとうございました。やられた。礼儀正しくね。いいバトルでした。さて、バトルはここまでだが、バトルスピンはまだまだいろんなカードがあるのしてるのは、タリメーダー、1000種類以上あるんだし、だからね。アルティメット、ミラージュ、アクセル、グランストーン。わかんない。なあ、アルティメット分かって、よし来たぜって思ったけど、まだまだあったね。だけど安心しろ。私、今説明した内容も合わせて、ルールブックを確認できるぜ。とはいえ迷ったら、とりあえず出してみるのがおすすめだ。なるほど。もう、あれだな。ちょっとつもしんって感じか。いろんなカードを試して、自分に合ったデッキを探すと楽しいぞ。ウィン。めっちゃ三つ子くん優しいね。なんかめっちゃカードの種類増えてんじゃん。できる俺に。もうこれ、逃げるぞ、俺も。このパートまで逃げちゃうぞ、もうできない。カードの種類多すぎて。初心者わかんのかな、これ。ギリギリ、勝てた。ま、こんなもんか。三つ子の魂100までやってなかったっつっても、基礎はきっちりできてるな。転生とかは全然わかんなかったけど、なんか教えてもらいながらね。なんか、はいはいやってた感じだけどね。押し引きの判断は悪くねえし、これなら文句ねえな。だから間違ったら自分の判断で出してたもんな。なんか、ライフを1個までしか減らさないみたいな。とや、お前は今から、開門高校バトスピ部員だ。やったぜ。なんか部員になりましたね。本当に？アンダースタン？おう、じゃあ、早速明日からビシバシと行きたいところだが、つまりお前にはやることがある。やること？なんだろう。掃除かな。まずは、下っ端は掃除から始めろ、みたいな感じかな。
デッキだよ。自分のデッキを組んでこい。カードバターなら自分のデッキを持ってないとな。でもさっきなんかスペシャルセットみたいなやつ回ってたもんね。カードリングに店長がカスタマイズした構築済みデッキが売ってるはずだ。それと自分のに改造して持ってこい。でも僕お金ないんだ。学生だからそんな流星にお金使ってやれないんだよ。カードショップで？わかったよ、三つ国。カードなんかにお金使うのもったいなとか、トイヤちょっと思ってない。大丈夫。バトスピめっちゃおもろいからね。お金出してくれ。持ってるぜ、トイヤ。なんかいい、なんか兄貴分って感じだな。おー、すげえ。カードショップ来たぜ。店長、こんな綺麗にね、値段とかな、書いててなんか生々しい感じなんだろうな、拡大したら。お、来たね、トイヤくん。金のカムが来たぜ。それで、どうすることにしたんだい？はい、またバトスピ始めます。そして、強くなって、ユウにもう一度挑もうと思います。今度は、ユウぐらい強くなって。いいね、なんか、幼馴染を超えるために。ユウにちょっと現実見せてやろうぜ。トヤの方が強いっていうとこ見せてやろう。おお、思い出ね。スタミに、うちの高校のバトスピープに入りました。三つ国が部長で面倒見てもらいます。三つ国に頼むぜ。開門高校のバトスピープに、それはよかったね。しかも、三つ君が部長か。これは心強い。知らなかったのかな？彼は去年のバトスピハイスクールチャンピオンシップ全国決勝大会に出場したカードバターだからね。へえ、やっぱめちゃめちゃ強いんだね。このエリア、トップクラスのカードバターに面倒見てもらうなんてよかったね、トヤ君。環境に恵まれてるね。三つ国ってそんな強いんですか？まあ、あれはね、なんか、チュートリアルデッキみたいな感じ、弱いデッキみたいな感じだったもんな。そうだよ。彼がついてるなら安心だね。へえ、そんなに信頼されてるんや。君は勇者に負けないカードバターに育ててくれるはずさ。頑張ってね。みんなめっちゃなんかポジティブじゃん。はい。それで店長、今日はその三つ国に言われて構築済みデッキを買いに来たんですけど、それって、ああ、それなら、でもなんか最初はなんか赤じゃない、やっぱり。最初は赤じゃないですか？それがなんか多色デッキなんかな。おお、持ってる。じゃん、これ、なんか、手で持ってんの？なんか、袋とかに入ってないの？そういう、構築済みデッキの。これが当店自慢の特製構築済みデッキだ。じゃじゃーんと、ね。僕が構築したバトスピの毒属性、そいつの特性を生かしたデッキだ。投薬の気になるデッキ一つ選んでくれ。一つだったらただでくれるとかかな。こんなに、そんなに合うんだ。店長、何かおすすめとかあったりします？でも直感じゃない？こういうのは。もちろん、全米がおすすめだと思う。使って戦うのは投薬なんだから、君が気になるのを選べばいいんだよ。なるほどね。それじゃあね、何色がいいかね。でもやっぱ赤なのかな。でもここはね、あえて速さが大事の緑みたいな感じあるもんね。アイドンスピード破壊する効果が豊富な攻撃的なデッキ。けど期限を持つ基礎的なカード主力。やっぱ基礎なんだね、ここら辺は。へえ。防御、アタックするぞ、赤属性、コアを外すぞ、紫属性、デッキ破壊で青属性、防御大事、白属性、みたいな。あった、あ、でも金かかるんかい。何色がいいかな。アイテムコア移動。でもデッキ破壊とかやったもんな。あれ？青ってデッキ破壊だよね。銅で手札を増やし、あれ？あれ？緑は、自分のコア増やしたよね。あれなんか、あれネクサス使うのデッキ破壊じゃないの？デッキ破壊で青属性じゃないんだ。マジックを使ってた。まあそうだよね。あ、他はあんま変わってねえか。どうする？赤にしよっかな。どうで？でもな、黄色。白ってなんかすげえ強いイメージあるけど。でも、ね、コア増やすから、展開力あるっていうのはかなり強いもんね。でもなんかシンボル、紫、なんかシンボル2つあるよ。赤使う、青使う、青使おうぜ。やっぱデッキ破壊してえじゃん。どうやって手札を増やし、ネクサスを使って戦うデッキ。これにします。全部変えんのかな？あ、ちょっとできないよ。ちょっと見ますね。すげえ、絶好表示もあるよ。暴力が怖い子。やっぱこいつ強いよね。リバイバルか。トラッシュにはこの方一切の効果。マジ？じゃあトラッシュからカード1枚取り戻すみたいな効果でもダメなんだ。手札にはこのカード、相手の効果を受けず相手によって自分の破壊が減ったとき、強っナイフが減った時、だから実質バーストみたいなもんじゃん。へぇ。超強い。大開門。レベル1しかないネクサスってなかなか珍しいね。あ、これ点、あ、なるほどね。デッキ破壊できないの？青ってデッキ破壊じゃないの？あ、転生だ。転生多いね。ターンに、自分で言うと、その中マジックカード。あ、でも強いなぁ。でもそう考えると。そうそう、ネクサスね。軽減シンボル2つつくのはでかいよね。なるほど、ね。自分の手札は、うわ、めっちゃ、なんか、ネクサス強いね。で、白昼砲撃。これどこにでも合うね。
いいカードゲット。あ、なんか6000あるから全部買ってもいいと思ったけど。店長、これにします。青でいきましょう。毎度あり。いい金づるだぜ。このデッキをどう改造するか、どう使いこなすかは投薬にしたいだよ。頑張ってね。ちょっとデッキ破壊のデッキ作りたいんだよな。ありがとうございます。この人もな、すげえなんか、カードショップってな、あんまりなんか女の人ってあんまりいないイメージあるけど、このカードショップはめちゃめちゃなんか人気ありそうだよね。老若男女問わず。この店長のファンとかいそうだよね。わあ、やっぱみんな美形だな。おお、なんかマップ出てきた。カーソル操作してマップ上のキャラクターアイコンを選択するとイベントが発生します。VS マークがあるものはバトルが発生します。ビッグエアーマーがないものはストーリー進行がメインイベントです。ビッグエアーマーがないものはサブイベです。サブイベはストーリーが進行すると消滅する場合がある。ああ、なるほどね。またマップ上ではメインメニューを呼び出すことができます。仮想操作して、マップ上のキャラクターアイコンを選択するイベントが発生します。VS マークがあるものね、発動します。あ、これ先にやつか。あれだ、一周したわ。デッキの編集。へえ、なんか余裕ありますね。で、これね、ショップもあるし、ハイビル。へえ、なるほどね。いろんな場所行けるんだ。すげえ。じゃあちょっとね、あ、なんか VS とこあるんで、ちょっと VS とかしていきましょうか。ちょっと自分のデッキ見て、ちょっとある程度、なんか回せるかな、みたいな感じで、ちょっと見ていきたいと思います。次回までにね。はい。じゃあ、ちょっと一回ね、これ、聞きたいと思います。最後まで見てくださりありがとうございました。ちょっと次回からね、ちょっと最強のカードバターになるために、日々訓練していきましょう。